います。はい、お送りいたしました湯もみの実演はいかがだったでしょうか。さくりよりお客様コーナーの時間でございます。草津温泉においでになった思い出にまたお帰りになりましてのお土産話の一つにぜひこの湯もみを体験なさってみてください。あちら10名様、こちら10名様、20名様まで出られます。よし頑張れ。どうしたか吉川。意外と難しかったでしょ。ここやるとなんか覚えらしいよ。そうなんだ。父ちゃん昔にやったことあるよ。カンカン何だね。あんまり難しいな。あの音が出ないんだよ。カンカンって。面白かったね。面白かった。意外と難しいんだこれ。楽しめた。よかったよかったよかった。